どうもこんにちは、ナッチでございます。本日は1月の18金曜日ということで、友情ガチャが更新されました。こちらご覧ください。超絶レアキャラカーニバル友情ガチャってことで、イベントにもね発表されておりました。友情ガチャがやってきました。ラインナップやばいらしいです。見てみましょう。星10が出ます。ボーマ、ザパン、ビュート、キーラ、モア、大丈夫言えてたかな今。精霊王が出ます。でさらにカラクリゴエモンだったり、マシンノア、あとはマシンアテナも出ますね。であとは武器も出るし、さらには進化後のドラゴンゾンビとか、進化が非常に厄介なキャラクターも出ますし、もうバルテンも出るし、なんかすごいですこのガチャで。最低でもこの辺ですね、ラスとかあとはヘルとかビッグフットとか、その辺が出るんで、まあ、外れても奇跡にはなるよっていうね、非常に素晴らしいガチャがやってきております。引くしかないですね。で僕確かまだマシンドは持ってないんだよ。ほら持ってないんで、ここでゲットしちゃいましょう。進化前はまあゲットできないけど、狙いマシンドはでいきましょう。とりあえず100連ね、いきましょう。よいしょ。いや確率がどんなもんかね分かりませんけどね、精霊王とか引けたら相当熱いですね。ただ精霊王そんな使い道ないんだよね実際。はいはいはい。とさあ、とりあえず10回引いてみましたが、こん中だとゼヘラがまず進化後ですね。あとはリンシアが美味しいかな。いいじゃないですか、すごいよこれ。レアガチより普通に課金してでもいいから引きたいね本当にすごくいいわ。楽しいもん引いとって。さあ続いて2回目、20連目はどうでしょうか。あとこれはノアですね。マシンノアではありません。しかも2連発。こん中だとヨルムンガンドがありがたいかな。イルシックスもマシンかめんどくさいんですけど、彼は最近ね、裏闘技場とかで落ちちゃうんでね。こん中だとヨルムンガンドが当たりでしょうか。30回目いきましょう。めっちゃ楽しいやん、これ。この前メールでもらった友情ポイント使っちゃおうかな。あ、これはこれはと思ったけど、究極のノアですね。そしてゼローグの武器と、さらにはバルキリーの武器が出ました。ノア何体入ってんだこれ裏闘技場におるやつと進化後とマシンがいるんだね。マシンが欲しいな。40回目です。お、ザパンです。素晴らしい。ザパンにブランリバースにアーミル究極で、ケプリにハヌマンにテングとクラミツハも進化してる。これは熱いね。今回大当たりですね。ベルゼブブってやばいやつがいるけど、ハヌマンもめんどくさいし、非常にいい結果ですこれは。精霊王も全然狙えなくないんだな。なんで初心者の方非常におすすめですねこれね。最近復帰したって方にもね非常におすすめ。続けるぞ、カラクリゴエモン。いいね。でケプリも結構いいんだよね。進化素材めんどくさいんで。イザナミとかヘラはまあ闘技場とかで落ちちゃうんで何とも言えませんが、カラクリゴエモン出ちゃうのか。素晴らしい、素晴らしいの一言につきます。山本プロデューサーランク888ってそんなに偉大だったのかっていうねすごいよね本当に。なんかいつもとは違った雰囲気だもんねイベントが。リンシア、ハヌマン、ありがとうございます。久々に見たなこのファガンなファガンっていうキャラクターなんかもうちょっと前に出てきてもいいんだよ。一応クリスマスにはいるか。実装当初はすごい強かったんですけどね。またまたゼローグ武器、スタージャスティス。なんだっけこのイグニスクーフーリンも地味に嬉しいね。貴族性パズドラーとしてはね、彼が収集できるのは地味に熱いです。さあ残すとこ30連、早いですね。楽しすぎる。白ゲアーミル、あーちょっと今回渋いな。超運途中三国ラッシュしとるしな。白ゲはまあいいね、まあこういうの奇跡だしね。マシンノアください。ちょっと目的を忘れてました。マシンノアが欲しいです。それは進化後や。天狗がすごい、リンシアもすごい。2ペアですね。
リンシア結構出るな。なんかさ、ガイノートとか全然見ないのにさ、リンシアだけすごいね。嬉しいことではあります。さあ、ラストです。悲しいことに最後です。イザナミ。あ、またリンシア。ザパン。ザパンすごいな。よし、とりあえず結果を発表しましょう、一旦。まずは清涼ザパンが2体出まして、でこの辺が新デコなのも熱い。これ作ってない方ね、今回ゲットできたらね、いいと思います。これがね、錬磨の闘技場とかで使えるんで、これ非常にもらっとこう。戦国ゼローグのマシンかそんな難しくないんですけど、最近だともらえるもんはもらっとこう。で、あと良かったのは、ヨルムンガンドとかもね、進化めんどくさいんで、ありがとうございます。この辺もいいよね。これもいいよね。コットン進化させてない方ね、非常にいいと思います。カラクリゴエモンもありがとう。一応もらっとこう。って感じかな、とりあえず。いやー、使っちゃおうか。友情ポイント。この前のやつ。これは引きたいよ。88もらえるもん。引きます。引きまくります。さあ、どんどん行こう。マシンのはゲットしよう。はいはいはい、なんか被ってるよ。極楽強魔校長、下ひどい突然ひどい、いきなりひどいよこれ。お、こいつ友情使いやがったなみたいな感じでさ、よくないよそういうの。使ったからにはいいの欲しいっす。キターニアかこれは。なんか渋いな。グランリバースはいいんだけど、なんか渋いな。おなしゃす。マシンアテナでもいいよ。ヘラとゼウスはいらんけど、アテナでもいいよ。マシンノア。てか、マシンノアだと止まるのかな、持ってないから。バルムンクです。なんか渋くない？究極系があんま出なくなったよ。さあ行け。よいしょ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 。お、ファガン、珍しい。バルカン、バルカンアテナとジャスティスはいいかな。頼むよ。いや、確率何パーぐらいなんでしょうね。 1% 切っちゃってるかな。精霊王とかだと切ってそうだよね。ノアが煽ってきます。なんかゴッドラッシュ感すごいなこれ。ガイアとあれか、ディオスと暗黒か、暗黒ジジイか。木星ジジイと暗黒ジジイやな。渋い。さあ行け。あ、ドラゴンゾンビですね。ドラゴンゾンビ非常に良きです。スターリングドレス。ドラゴンゾンビ2体出ました。スターリングドレス懐かしいな。ダメかな、マシンのは1点狙い厳しいか。やっぱりカラクリゴエモンしか出てませんもんね。ザカンがな、2体出たのがなんか複雑やな。はい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 。ラスも確かこういう奇跡なんでね。アザゼルとか珍しいおっさんだ。さあこれで出なければまた使うことを検討しますが、アザゼル止まらない。止まりませんか。いや、怖いんだよね。なんかさ、7周年ででっかいさ、友情イベントやってきそうじゃん。それが怖いけど、やっちゃいます。後先のこと考えてらんないですね。やっちゃいましょう。今を楽しめ。止まれ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 。ゼローグ、白芸白芸。なんだあれ、ギガントアックスか？武器はほとんど出ましたね。ゲイボルグ以外は出たんじゃないかな。あとは海賊サーベルも入ってるんだったら、それも出てないですね。カモンカモン。さあそろそろ止まってほしいところではありますが、やっぱバスタージークフリートいらねえよラクシュミの進化には使えるか多分。あれは奇跡じゃ多分ダメですよね。お願いします。いや、これ一番渋い。こんなんが普通かと思ってた正直。
これも奇跡になりますからね。名前言ってこう、ちょっと。パリンの時に名前言えるかゲーム。何これ早速詰まったけど。デュークマントかな、ちょっと。それは、せこいやん。てか、あれやな、超運とか、こいつなんだっけ、この、青いやつ。名前出てこないもん、あいつの。まずいわ。なんだっけ、あいつ。超運じゃなくて。なんだっけ。やってこ。超、火、かぐや姫、バルク、いや、追いつかねえわ、これ。全然追いつかねえ。しかも、名前わかんないやついるし、あ、周遊か。周遊だ。名前わかんねえやついるもんな。やばいよな。さあ、お願いします。ノア。マシン、ノア。マシンって言わないと普通のノア出してくるからね。まあ、ハヌマンと続けるぞはオッケーです。最近ね、マシンヘラちょっとやったんですけど、割と奇跡で落ちるんですよ。だからもう最近奇跡はなんか安売りみたいな感じかもしれませんね。いや、まあ、これ奇跡じゃないんだけどね。言うて母体で。出てるんですけどね。ダメだ、渋くなった。精霊王もマシン系も出ない。頼むよ。そろそろさ、マシンゼウスとかさ、顔出してきそうじゃない？どう？で、バスタージークフリーと、なんか夫婦並んだし。さあ、ラスト10連です。今の乱数調整できっと出ます。2回フェイントをね、混ぜました。きっと大丈夫。ダメか。なんか後半ゼローグすごいな。ゼロパチ。前半リンシアすごかったけど。いや、こんなに美味しいのに悔しいって思えるのがすごいですね。ミオンとかいう、エマンティコとかいう新キャラ。ここで新キャラ2人。はい、ということで、もうボックスがすごい圧迫されてしまいましたが、いやー、これはすごい。ちょっと奇跡の交換所見てみよう。奇跡台とかどうなってんだろう。わ、すごい。オフ会してますね。こっちは？こっちもだ。お前ら中なんだ。よくわかんねえな。で、もちろんこの辺も、いや、こいつはわからんけど、バルテン出ませんでしたね。この辺も多少ね、稼がれたんじゃないのかなっていう。ガイノートも多分出てないしな。素晴らしい。それぞれ5体ぐらい出てますね。はい、ということで、ちょっと気になった方はぜひ回してみてください。特におすすめなのが、まあ、精霊王はね、正直ね、まあでも最近ブラキオスが強いんでビュートはありかな。精霊王持ってない方はもちろん精霊王もいいですし、あとカラクリゴエモンとかね、さっきも紹介しましたが、戦国ゼローグの武器とか、あとは海賊ゼローグ武器もまあ強いし、まあ、なんといってもマシンノア、マシンアテナとかその辺ですかね。何もリスクなしでね、ダンジョン入るおまけでゲットできますから、ぜひ引いてください。おすすめです。ちょっとビオランテでも引こう。あ、結構引いてる。もう15分やったんだこれ。時間の経過は早い。ただビオランテでもちょっと引きたいと思います。さあ、やってきました、ビオランテくん。ビオランテくんもね、友情ポイントもらってますので、まあ最悪使えますけど、ビオランテはこれといって欲しいものは正直ない。ただマシンノアのリベンジ、きっと彼ならやってくれるはず。同一人物なのかな、別人物なのか、はっきりしろよって話ですけどね。さあ行きましょう。記念すべき10回目、渋そう。止まったよ持ってなかったんかいこいつ、四天童子。そうだろ、マジかよ。止まるのは面白いな。あ、しかも進化後サンダルフォン、これいいですね。トラウマが蘇りますが。さあ、20回目。ちょっと、たまには精霊を見たいな。スターリングドレス。ヨルムガンド。ヨルムガンド、クラミツハ、リンシア。いいですね。クラミツハいいよね。確か進化めんどくさいんですよ。最近だと、まあ、クラミツハとかおったな、みたいな感じなんですけどね。ヒノミツハの主張が激しすぎて。スリーリアも初じゃないかな今日。うん、ドラゴンゾンビもね、何だったかな、何かに使うんだよね。ビシュヌ、ビシュヌか何かに使うんだよ。それでなんかね、
結構集めた記憶あります。まあ渋いね。まあハヌマンはいいか。一体はね、その奇跡じゃないやつが欲しいね。奇跡大とか中とか、その汎用系、それなんないやつが欲しいな。ノルディス初です。ボルスーン初です。ダイノートだけ出てませんね。やはりこいつ僕とは何か違う引きをしている。様子がおかしい。ラインナップが全然違う。さあゼローグ出まして、本当にガイノートだけです。ビオランテだけで数えてもガイノートだけ出てません。来い、マシン系来い、マシン系。なんか毎回トトじゃね、毎回先発トトな気がするんだけど。ノルディスか。でゼローグサーベル出ましたね。うん、いいよ。で武器はレベル間にしないといけなかったり、あと砲撃も使うんでコストがだいぶ抑えれます。さあどうだ。いや上渋。おビッグフットに進化後かぐや姫、これも見たことないメンツですね。あと20回しかない。早早いけど時間めっちゃ経ってんだよねこれね。恐ろしいことに無限に引けるわマジ。優勝ポイント湧いてこんかな。おマシンゼウス、いや嬉しくないなマシンゼウスは正直嬉しくねえ。ヘラとゼウスはいらんな。でもなんかゼウスのあの強キャラ感いいな。デビラ最強の貫禄。さあラスト、なんかマーキュリー多くない？超運も多くない？残念出ませんでした。何回引いた？380回ぐらい引いてよね。はい、ということで、まあ、先ほども言いましたがね、皆さんぜひ引いてみてくださいということで終わりたいと思います。確かね今友情ポイントがねワイワイで集めれますので、これやって集めるのもありかなと思います。どうしてもね引きたい方はね、まあここでスタミナ使うぐらいなら普通に取りに行った方が早い気もするんだけどな